皆様こんにちは。総合主催のミキです。いつも世界を変えるファッションショーを応援してくださってありがとうございます。完全紹介制で回を重ねてきたファッションショーですが、次回で11回目を迎えることとなりました。そしてなんと令和初の開催となります。記念すべき時に平成のマリー・アントワネットと呼ばれる元宝塚の大スターの方が出演してくださることになりました。その方とは皆様ご存知の西名ゆりさんです。こんにちは。こんにちは。初めまして、西名ゆりです。ニックネームはニナですので、もう全然ニナちゃんとか、はい、呼んでください。ありがとうございます。西名ゆりさんといえばもう雲の上のさらに上の上の存在でしたので、もうこうしてお会いできて本当に夢のような感じなんですけど。ありがとうございます。ミキさんがね、はい、あの宝塚ファンだっていうことをあの知らなかったので。そうですか。お話伺ってびっくりいたしました。本当ですか。とても嬉しいです。王妃様ってもう本当マリー・アントワネットの印象がもうすごく強くって、最近私がハマってる動画をじゃあここで見てみますか。タランちゃんもじゃーん、ベルサイユのバラ89年雪組のプロローグをおー見てみましょう。おすごい ね、 ね、そんなのあるんですね。はい、あのおーきですね。マリー・アントワネットとフェルゼーが参加のプロローグ。すごい懐かしい。はい、懐かしい。
どうやったらこんなに命燃やせるのかなって思ってもうずっと見てます。もうほんとちょっと疲れたなと思ったらこれつけて頑張るエネルギーをかき立てるっていうのすごい。私ね、もう仲がいいのね。そうなんだから、すっごい喜ぶと思う。でも、この仙台出身なんですけど、私は仙台なんですけど、宮城県出身なので、もう歌唱三膳の CM で知ってたんです。もうね、なんかこんな宮城県出身の人で、こんな綺麗な人がいるんだっていうので、すごい嬉しかった、小学校時代。でもこんな姿を見たことはなかったです。あの福岡って聞いてもよくわからなかったので、大学生入ってから本当宮城さんとかみんなすごいって言われたんですよ。福岡が知ってから知ってすごかったんですね。この時代忘れてるっていうのがすごいわ。ちょっと全然思
本当綺麗ですし、ありがとうございました。貴重な素晴らしい、ね、素晴らしい、本当にもうこれでもう毎日元気になって、うん、一番やっぱり本当一番いい時の素晴らしい懐かしい、はい、ということで、うん、素晴らしかったですが、ね、まず今日の流れを、はいはい、お伝えしたいと思います。一つ目に、西野さんに2、3ご質問をさせていただきます。二つ目に世界を変えるファッションショーに共感したところをちょっとお聞きしたいと思います。三つ目、西野さんの自分らしく輝く51の言葉、人生のヒロインになるレッスンということで、かなり受けるかな。ちょっと後で写真撮らせて、はい、ね、これ気に入って使ってるんですけど、すごい可愛い、ありがとうございます、この本、うん、世界を変えるファッションショーのコンセプトとぴったりで、もう驚くことばかり、あとはもう人生の、うん、なんですかね、すごい知恵が詰まっていて、とても分かりやすい言葉で書かれてますので、後でまたご紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。そして、4つ目に世界を変えるファッションショーで、うん、パーティーやマルシェドビジュに、うん、参加してくださるということなんですけども、その内容なども、うん、はい、お伝えしたいと思います。そして5つ目、イベント情報を最後にお伝えしたいと思います、はいはい。